源氏物語拡張のあらすじ。この項目では、源氏物語の拡張のあらすじを簡潔に記載する。詳細は、拡張の項目を参照。源氏一から十二歳、三角、切磁帝はそれほど身分が高くない切磁弓位を、長愛し御子を設けるが、行為はやがて病死してしまう。これを深く嘆く三角を慰めるために泣き衣替えに、生き写しの藤壺が受大し、 新たな長愛を得る。一方で、巫女は、帝の下で育てられ、亡き母、立粒行為に似るという藤粒をことにしたうようになる。帝は元服した巫女を親戚降下させて、厳正を与える。彼はその光り輝くような美貌から光る源氏と呼ばれるようになり、左大臣家娘葵の上の婿に迎えられる。立粒三章源氏十三から十七歳。 源氏は、父の寵愛する女富藤坪と城を通じ、六条を見やすどころともちぎる。またいとこ、朝顔の祭院に文を送る。この期間を描いた、輝く日の宮という巻があったとする説もある。源氏十七歳夏、さみだれのある夜、宮中に宿直する源氏のもとに若い金たちが集って、天夜の品定めを行う。翌日、物意味に出向いた屋敷で、源氏は、 伊予助の妻、うつせみと関係を持つ。源氏は手名付けた彼女の弟を通じてその後も、たびたび王政を求めるが、うつせみはこれを堅くなに拒み続ける。母木木参照。源氏十七歳夏。夏の夕暮れ、源氏は、うつせみと義理の娘、のきわおぎがごを打つのを垣間見て、いよいよ母上をかきたてられる。夜に入って源氏が寝間に忍び込むと、うつせみは、 それと察して衣だけを脱ぎ捨てて逃げてしまう。セミの抜け殻のごとき着物を抱いて源氏は木とに着く。うつせみ参照。玄児17歳夏から冬、源氏は身分を隠したまま五条あたりに住まう夕顔と関係を持つ。夕顔は親友、頭中条の元恋人で行方知れずになっていた人であった。源氏は可憐で素直な夕顔を深く愛するが、 ある大瀬の最中に六条目安所が嫉妬のあまり、精霊となって、これを取り殺してしまう。源氏は、夕顔の死を深く嘆くのであった。夕顔三章。源氏十八歳三月から冬、翌年の春、昇進の源氏は病気の過量のため北山に赴き、そこで祖母の二君と共に住まう美貌の幼女を見かける。富士壺の命にあたる彼女に源氏は就寝し、引き取って、 手元で育てたいと申し入れるが、二君は応じない。夏、藤壺が病気のため、宿下がりする。源氏は二度目の密会を行い、直後に彼女の妊娠が発覚する。冬、源氏は北山の幼女を半ばさらうようにして、手元に引き取る。若紫と呼ばれる彼女こそ、後の紫の上である。若紫参照。 源氏18歳春から19歳正月、日立の宮の姫君が背景にひっそりと暮らしているという噂に源氏とかしら中将が心、惹かれ、競って言い寄る。源氏が一足早く彼女と関係してみると全評判を裏切る。長く垂れた花の仕込めで源氏は並行する。花の先が紅花で染めたように赤かったことにかけて彼女を据え摘む花という。松的化三章 源氏18歳10月から19歳7月、帝が上皇の長寿のお祝いを紅葉がと銘打って主催し、源氏はこれに舞を舞う。その舞姿は宮中でも死学され、藤坪をはじめ大宮人はその姿に散々する。翌年の春、藤坪が男子出産。帝は自らのこと信じて疑わず、これを元東宮の次の東宮に据えたいと考える。 紅葉が参照。源氏二十歳春。翌年の春、宮中の漢王の縁の後、源氏は猿姫君と関係を持つ。春の末、性的、右大臣家の縁に招かれた源氏は、彼女が間もなく自らの兄の元に受大する、右大臣の娘、朧月夜の君であることおる。花縁参照。源氏二十二歳四月から二十三歳正月、二年後。 キリツボミカドはすでに退位し、源氏の兄、スザクテイが即位している。鴨祭りの檻、車の場所争いのことで六条を見やすどころは、葵の上によって、恥ずかしめを受け、これを深く恨む。檻から妊娠していた葵の上は、三軸で、見やすどころの精霊に苦しめられ、無事断し、夕霧を出産したものの亡くなってしまう。夏の終わり、源氏は、紫の上と新枕を交わす。 青い三章源氏23歳9月から25歳夏。六条を見やすどころは、自らの精霊の恐ろしさに怯え、娘が伊勢災宮となったのを機に、共に伊勢に下ることを決意して、佐賀の野の野々宮に籠もって決裁する。秋の終わり、源氏は彼女を唱い、名残を惜しむ。冬、桐壺亭放御。藤壺も、源氏との関係を思い悩み、出家する。 源氏と、おぼろき夜は、彼女の時代後も関係を続けていたために、翌年夏、密会の場を、右大臣に見つけられる。これを後日に、霧粒御門の死で激化しつつあった清掃で、右大臣派は源氏を陥れんとする。坂木三章源氏25歳5月、さみだれの晴れ間、源氏は小霧粒印の女子の一人、霊形伝女子のもを訪れる。ひっそりと、 物静かな、昔語りのゆかしい風情に住みなしている人の下で、源氏は、父パド財政の頃を忍ぶ。後に、妻の一人となる女王の妹、花散里ととの出会いは作中に記述されておらず、この巻で、久々の再会という形を取る。花散里さ参照。源氏26歳3月から27歳3月、罪せられそうな気配を敏感に察し、 源氏は先手を打って、妻に陰遁する。関わりのある女君たちに別れを告げ、紫の上の心情を心配しつつ刑を去る源氏の姿は哀れ深い。翌年春、海辺に源氏が上司の禊そぎを行うと天に嵐が起こる。一方で隣国の赤死に幽道は、妻に源氏が家遇することを知って、娘との結婚を格索する。妻参照。 現二27歳3月から28歳8月、父三角の無国により、現氏は、妻を離れ、赤氏入道がこれを迎え入れる。入道の娘、赤氏の味方と現氏は関係し、やがて妊娠の兆候が現れる。一方とでは、須ミ三角の夢に、キリツボ壺三角が現れ、現氏は、無実の胸を告げて叱責する。三角は、現氏追放を食いて直視によって、帰郷を命じる。 源氏は、赤氏の味方に心を残しつつ、京へと戻る。赤氏参照。源氏28歳10月から29歳冬。帰京後、源氏は、順調に正解に復帰し、栄養の道を歩み始める。年変わって、須作帝退位。実は、源氏と富実壺の子でありながら東宮であった、霊勢帝が即位する。秋、源氏は、スマ赤氏の流浪を死後し,してくれた。 住吉明神にもお出る。明石の味方も、たまたまこれに気合わせていたが、再会はできなかった。また、神帝即位により、五木宮が交代し、六条宮須所と、その娘の五木の宮が帰京。まもなく宮須所は病死する。源氏は、宮須所の遺言に従って、彼女を養女とし、冷泉御に受代させて、再遇女募とする。身を尽くし三照。 源氏二十八歳秋から二十九歳四月。源氏筆足の間、他に頼るものとてない末む花は、一途に彼を待ち続け、落白の生活にも耐えていた。帰郷した源氏は彼女を訪れ、その順調に心を動かされる。よもぎゅう参源氏二十九歳九月。夫に従って、日立に下っていたうつせみが帰郷する。石山寺三景の都市。 その行列に行き合わせた源氏は思わず歌の贈答を行う。関谷三章源氏三十歳。この年は物語の中に記述がない。源氏三十一歳春。霊勢三角の高級にときめく六条を見やすどころの娘、西宮女子、梅母女子。後の秋吉中宮のと県中納言の姫君。国旗伝女子は、 それぞれかつての親友であった源氏と頭中将。ここでは、県中納言が、後ろ盾とな、長を競っている。宮中に、絵合わせが行われることになり、二人はおのおの自らの、姫君を勝たせるべく、絵巻の収集に余念がない。絵合わせの当日、源氏が、スマルローの檻の自筆の絵巻が藤壺と、霊勢帝に称され、最軍に応募の勝ちとなった。絵合わせ参照。 源氏三十一歳いやき。源氏は、明石の味方に上落を促すが、身分を恥じる彼女は、なかなかが演じえない。入道の勧めによりやっと、大井川辺りの別邸へ忍んで上京した彼女を、源氏は喜び迎え、姫君とも親子の対面を果たす。源氏に事情を聞いた紫の上は自らに、このないことに引き比べ嫉妬を覚えるが、ゆくゆくは、姫君を、 紫の上の幼女としようという源氏の言葉に喜ぶ。娼婦三章。源氏三十一歳冬マイナス三十二歳秋。赤石の姫君が源氏のもとへ引き取られ、大関の別邸では親子の悲しい別れが繰り広げられる。翌年の春、富士壺が皇居し、源氏の被害は限りない。一方で冷勢帝は、ふとしたことから、 自らの出生の秘密を知ってしまい、実の父である源氏を好意につけようとするが、源氏はこれをいさめ、秘密を守り続ける。薄雲三章源氏32歳秋から冬。かつて源氏が深い思いを寄せていた朝顔のサインが、退下した。世人の噂が高いために、紫の上は不安の色を隠せなかったが、朝顔は、源氏の求婚を拒み通した。源氏は、 紫の上に、女くんたちのことを語ったが、その夜夢に、藤壺が現れ、罪が知れたと言って、源氏を恨んだ。朝顔参照。源氏十三歳四月から三十五歳十月。葵の上との子、夕霧が元服する。源氏は思うところあって、彼を大学に学ばせるが、危険の指定として、夕霧はこれを恥じる。恋ん中の幼馴染。 雲りの父は、かつての頭中将であるが、今や内大臣であり、源氏の政敵として、彼女との中を、さえ得ており、夕霧は、うつうつとする。翌々年、源氏の邸宅、六条院が完成する。院は、四季の町に分けられており、春に、紫の上、夏に、花散る里や、その他の人々、秋は、西宮女房の宿下がりの町、このために、 秋吉中宮野と呼ばれる冬に赤市の上が住まいする。末日に紫の上と秋吉中宮野の春秋の争い歌がある。少女参照。玉か十条、玉かより、牧き柱まで。源氏三十五から三十六歳。夕顔と頭十中条の子、玉かは、運命の巡り合わせによって、源氏に引き取られ六条院に住まうことになる。 彼女は、源氏、源氏の弟、ホタル兵部教偶、柏木、イボ兄にあたるなどから求婚されるが、結局は最も不粋なヒゲクロ大将が強引に、彼女と結婚してしまう。玉カ十条は彼女をめぐる物語を中心に、初音から行行で六条院の一年を優雅な筆致で描く、短い条によって構成されており、話の運びよりも風情が主体となっている。 源氏三十五歳三月から十二月、夕顔の死により、玉かずらは乳母に連れられて、太宰府へ移り、美しく成人する。父、内大臣に、一目合わせたいと願う乳母と共に、初世に賛同した折、かつての夕顔から今は源氏に仕えていた、女房、右近偶然巡り合い、源氏に幼女として引き取られる。玉かずら章源氏三十六歳正月。 年明けで六条院の優雅な初春の情景が描かれる。しかし、源氏のもとに年賀に来る若きんちは、玉かずらの噂に肝そぞろである。初音三章。源氏36歳3月から4月。3月、秋吉中宮野の,の宿下がりに合わせて六条院では、船遊びが行われ、その後も様々な行事が続く。玉かずらのあまりの魅力に、 源氏までが冗談めいた思いを打ち明ける。古城参照。源氏三十六歳五月。玉カズラは、うつうつとして楽しまないが、源氏は彼女に好意を持つ金立をからかって楽しむ。弟、兵部境遇が来訪すると、源氏は、ミスの中に蛍を放って、玉カズラの美貌を彼に見せつけるのであった。六条院では、サミれの連れ連れに、絵物語が流行り、 源氏と玉かが物語論を交わす。蛍三章参照。源氏三十六歳六月、夏のある日、源氏は夕霧や若金ちを招き、内大臣が玉かに対抗して最近引き取った娘、大江の君の悪趣味や無風流を揶揄し、その後なでしこ、とこの咲き乱れる古典に玉かを訪ねるのだった。とこ三章 源氏十六歳七月、秋の初めのある夜、源氏は玉かずらにことを教え、庭にかがり火を焚かせて添いぶしする。しかし、男女の関係にはならない。かがり火参照。源氏十六歳八月、の明け、台風の翌朝、夕霧は、源氏の最小を見舞いに六条院に行き、偶然紫の上を見て心を惹かれる。また玉かずらに戯れる。 父の姿に、不信を抱くのであった。野分け参照。現時十六歳十二月から三十七歳二月、冬、大原野の行行で、玉カに就寝する、冷静御門を垣いまみた彼女も、憎からず思う。現時は内大臣真相を打ち明け、受題に向けてまずは、玉カの模擬、古代女性の青年式を行うことを話し合う。 年明けて春、玉かずらは模擬を行い、内大臣と親子の対面を果たす。行幸参照。現時十七歳秋、秋、内大臣の母、大宮がぶっこし、孫にあたる夕霧や、玉かずららは服もする。玉かずら時代の噂が高くなるにつれて求婚者たちの思いは乱れ、玉かずらの出自を知った夕霧も藤場鎌一子をミスに、差し入れて、彼女に意を明かす。 藤士バカマ源氏37歳冬、冬マイナス38歳、11月。秋の末、かねてより玉かずらに思いをかけていた髭ゲクロ大将が、女房の手引きにより、玉かずらと強引に関係を持つ。源氏や、冷静御門の落胆は言うまでもない。玉かずらに、夢中の髭ゲクロは、元の北の方や、 彼女との子供たちを全く帰りず、怒った衆と、式部境遇は、娘と孫を引き取ると決める。姫君は、父との別れを悲しんで歌を詠み、牧の柱の割れ目に挟んで、残すのであった。翌年の秋、玉カは、ヒゲの子を産む。薪柱三照。源氏39歳春、赤氏の姫君の受胎が近づき、源氏は生を尽くした準備を整える。 その一環として、名号の調合が広く、初夏に呼びかけられ、梅の咲く春のある日、焚物愛が行われるのだった。晩春、赤子の姫君の模擬が盛大に行われる。梅子参照。現三十九歳三月から十月、夕霧と雲りの結婚をついに内大臣が許し、赤子の姫君は、東宮、須坂帝の子に受代する。さらに霊勢三は、 翌年が、源氏四十の我であることを知って、彼を順大上天皇に進める旨を御事乗りする。冬、霊勢御門が六条院に行行し、源氏の映画はここに極まる。少年の日、高来の人相美が彼に告げた、その身は帝王にあらず、進化にあらずという予言は見事に的中する。藤浦は三章源氏三十九歳冬マイナス四十一歳三月。 源氏の40歳を祝い、正月に、玉かずらが若菜を献じる。一方で、須作院は、出家に際して、末娘女三宮の行末を暗示、これを源氏に嫁がせる。紫の上の優漁は人塊ならず、源氏自身もほんの少女に過ぎない彼女に対して、愛情を感じられないが、アニミカドの巫女を無下には扱えない。秋、源氏40の画が盛大に行われる。 さらに翌年の春には、赤子女房が、東宮の子を出産し、源氏の県勢はいよいよ高まりつつあるが、その陰で、六条院の蹴鞠の催しに、女三の宮を垣間見た。内大臣の子、柏木は彼女への密かな死亡を募らせるのであった。若菜参照。源氏41から47歳。若菜の上下の間には七年分の空白がある。その間に、 冷静帝が退位し、今上帝、須作帝の子が即位。赤子女御の子は、東宮となっている。なお、若名を上下に分けるのは、広大の上立てで、本来は一貫とされる。現四41歳3月から47歳12月、須作院五十のがに際して、女学が模様され、現氏は女三の宮にことを教える。女学の直後、 紫の上が病に伏し、源氏は、その看護に余念がない。その間に、柏木は兼ねてよりの思いを遂げ、女、三宮を解任させてしまう。柏木が、女三宮に送った手紙を手にして、事情を知った源氏は、奉納する。一方で、源氏の遠回しな空間に、柏木は恐怖のあまり病を発し、そのまま渋滞に陥る。若な参照。 現四十八歳正月から秋。年明けて、女三宮は男の子、カオルを産む。が、柏木は、山や尽くして亡くなり、女三宮も罪の意識深く、また、産後の日立ちの悪さから出家してしまう。現氏は、カオル相の秘密を守り通すことを決意する。一方で、柏木に工事を託された、親友、夕霧は、残された、柏木の妻女、二宮、 落葉の宮を見舞ううちに、彼女に惹かれてゆく。柏木参照。現時49歳春から秋。秋、柏木の一周期が営まれる。落葉の宮の貢献をする夕霧はその例として、宮の母から柏木以外の横笛を贈られるが、その夜、夢に柏木が現れて、自分が笛を贈りたいのは別人である。薫る惜しさという。 夕霧は源氏にこのことを相談するが、源氏はことを左右にしてはっきりと答えないまま、横笛を預かる。横笛参照。源氏五十歳夏から秋、夏、出家した女三宮の事物、海岸供養が行われる。秋、その後天の庭に鈴虫を放って、源氏らが縁を行う。その夜、秋吉中宮のが死料となって苦しむ母、六条宮洲所の、 異例のため出家したいと源氏にち焼けるが、源氏はこれをいさめる。鈴虫参照。源氏五十歳秋から冬、秋、思いを抑えきれない夕霧は人目を忍んで落葉の宮に移中を明かすが、彼女はこれを受け入れない。しかし世上による両人の噂は高く、落葉の宮の母宮須所はこれを苦にして、病死してしまう。 落葉の宮は一層夕霧を糸うが、夕霧は強引に彼女とのちぎりを結び、妻とする。雲遣りは嫉妬のあまり父、父代上大臣、かつての頭中将のもとへ帰って、夕霧の弁明をも聞きつけない。末尾に夕霧の行末と、その一門の繁栄が語られる。夕霧参照。現時十一歳春から秋、若菜の大病から紫の上の健康は、 優れず、たびたび出家を願うが、源氏はこれを許さず、紫の上はせめて仏寺によって、後世を願う。春から秋にかけての、六条院最後の映画と紫の上の病状が描かれる。秋、紫の上は病死し、源氏は深い悲嘆に暮れる。五宝参照。源氏十二歳正月から年末、紫の上なき後の源氏の一年を、四季の風物を、 主として、叙情的に描く。年末に源氏は出家の意志を固め、女君たちとの手紙を焼き捨てる。幻三章条命のみで、本文は伝尊しない。条命に、源氏の死が暗示されているというのが古くからの定説。なお、宿り木に出家後数年、佐賀に陰性して放御したことが記されている。雲隠れ三章 カオル十四歳から二十歳正月。物語は、源氏の死の数年後から始まる。源氏一門の繁栄は、赤市中宮のと、須坂三角の子、今上帝の御子たちを中心に揺るぎない。ことに赤市中宮原の三の宮は、色好みで名高く、カオルと並んで世にもてはやされている。天然の訓が神から発するために、カオル、それに対抗して、名号を常に抱きしめているために、 二大宮と二人は呼ばれる。二大宮三章カオルる二十四歳春。柏木没後のかしら家の物語。地主大城大臣、かしらの孫娘、中の君と二大宮との結婚が格索されるが、牧柱の姫君と、蛍兵部境遇の娘に、心惹かれる二大宮は相手にしない。後人の偽作説が濃厚。勾配三章 カオル十四歳から二十三歳。髭ゲクロ没後の一家の物語。玉かずらの二人の娘は、大君が霊全員に貸し、中の君が宮中に出資することになる。夕霧はこの一家と親しく、彼女たちから好感を持たれている。後人の偽作説が濃厚。竹川三章。橋姫より、夢浮橋まで。カオル二十から二十八歳。柏木と、 女三宮の不義の子、薫と、源氏の孫、二大宮が、宇治八宮の三姉妹、大君、中の君、浮船を巡って織りなす恋物語である。強い仏教色、無情感が作品の主張をなし、優柔不断で恋に対して決定的な強引さを持たない、薫の人物造形がライバルである二大宮や第一部、第二部の源氏と対比されている。 カオルの人物像はこの後の王朝物語、鎌倉物語に強い影響を与えた。カオル二0から二十二歳十月、源氏の弟、八の宮は二人の娘と共に、宇治に陰性し、仏道三昧の生活を送る。自らの出生に悩むカオルは八の宮の生き方を、理想としてしばしば屋敷を訪れるうちに、ふとしたことから長女、大きみに深く心を惹かれるようになる。 都に戻ってルが、宇治のありさまを語ると、二大宮もこれに興味をそそられるのであった。橋姫三章オル二十三歳二月から二十四歳夏。春、二大宮は、宇治に立ち寄り、次女、中の君と歌の贈答をする。秋、八の宮が皇居。二人の姫君たちはルに託された。ルは、中の君と二王宮の結婚を計画し、 自らはを大きみに思いを告げるが彼女の返答はつれな。しかし、薫の母上は一層募る。死の元参照。薫十四歳八月から年末。薫は再び大きみに語らうが、思いは受け入れられず、むしろ大きみは中の君と薫の結婚を望む。秋の終わり、大きみにより中の君と薫が一つ根屋に取り残されるが、 カオルは彼女に手を触れようとしない。やがて当初の計画通りにカオルは、ニオ宮ミと中の君の結婚を果たすが、ニオ宮ミの訪れは途絶えがちで、これを恨んだ大君は病に伏し、ついにはカオルの腕の中で儚かなくなる。あげまき参照。カオル十五歳春、翌年、大君のもが明けて、中の君は、ニオ宮ミのもとに引き取られる。カオルは貢献として、彼女のために尽くすが、 それが帰ってニオ宮ミヤに疑われる始末であった。サワラビ参照。カオル二十四歳春マイナス二十六歳四月。ニオ宮ミヤと夕霧の娘、六の君が結婚し、会人中の中の君は行末を不安に思う。それを慰めるうちに、彼女に恋情を抱き始めたカオルに中の君は、当惑するが、無事男子を出産して安定した地位を得る。 一方で、カオルは今、上帝の王女、女にのみやと結婚するが、昇進は癒されない。しかし、初瀬参りの折に、古太君に生き移しである中の君のイブ妹、浮舟を垣間まみて、心を動かされるのだった。宿り木三章カオル十六歳秋、浮舟は、母の再婚により田舎受領、日立之助のまま娘として育てられ、父の財力のために求婚者は多い。 しかし母は後期の男性との婚姻を望んで、彼女を中野君のもとに預ける。母の意中はカオルにあったが、ある夜、ニオ宮ミヤが見つけて、強引にちぎりを結ぼうとしたために慌てて、浮船を引き取り、後にカオルと相談して、宇治に移す。あずまや三章カオル十七歳春、浮船への就寝やまぬニオミヤは、中野君への手紙から彼女の居所を察し、 カオルを装って、ウジに赴いて、強引に浮キとの関係を結んでしまう。やがて浮キもミヤを憎からず、思うようになるが、何も知らないカオルは彼女を刑に移そうと準備を始め、二オ宮ミヤもこれに対抗して、自らのもとに彼女を連れ去る計画を立てる。その結果二オ宮ミヤとのことは、カオルの知るところとなり、裏切りをなじる歌を送られた浮キは二人の男の間で応納する。 浮船三章。カオル27歳春から秋、浮船は行方不明になり、後に残された女房たちは受水自殺を図ったと、悟って嘆き悲しみながらも、真相を隠すために急遽葬儀を行う。カオルも、このことを知って、悲嘆にくれる。夏になって、カオルは新たに妻の姉、女一の宮に、心惹かれるものを感じるのであった。影朗三章。 カオル27歳3月から28歳夏。実は、浮船は、横側の草ズによって、受水自殺後に助けられていた。やがて健康が回復した彼女は、自らの名を明かさないまま、入道の志を草ズに告げて髪を下ろす。やがて、明石中宮野の,の家事像である草ズが、浮船のことを彼女に語ったため、このことがカオルの知るところとなる。手習い参照。 カオル28歳夏。カオルは、横川に赴き、浮船に対面を求めるが想図に断られ、浮船の弟、小気味に原則を求める手紙を託す。しかし浮船は、一切を拒んで仏道に先進することのみを思い、返事すらもない。カオルは浮船に心を残しつつ、横川を去るのであった。夢浮橋参照。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。